はい、皆さんこんにちは、のべんです。トロピコ6をやっていきますよ。いしょ、さあ引き続き開拓頑張っていきましょう。で、この第一ミッションもね、そろそろ大詰めなんだそうで、で、あとミッションはこれだね。自由に関する幸福度を平均値以上にするということで、なんとか頑張って新聞社置いてるんですけども、なかなか平均値以上いかないね。よし、じゃあ頑張って平均値以上に上げていきましょう。やっていきます。ちなみに、こっちの環境グリッドで見てみると、自由度はね、わからんな、これだと。まあ、とりあえず、まあ、悪くはなさそうだけどね。で、これをもっともっと上げていかないといけないんだよね。ちなみに、ワークモードだと、これ、どれにせん、ね、設定すればいいのかな。そうだな、そうだな。じゃあ、一回独立したものに変えてみましょうか。はい、じゃあこっちの新聞社も独立したものにして、でじゃあお金をどんどん投資していこう。はい、さあ予算は爆上げで、でこの幸福度の効果を上げていけばいいんだね。でこっちも予算上げてて、でじゃあ独立したものに変えていこう。はいよ。さあこれで自由に関する幸福度がどこまで上がるかだな。でこっち在庫は足りないって言ってるよ。でこっちは在庫たくさんあるって言ってる。早く運んで、早く運ぶんだ。もしかしたら輸送トラックが少なかったりするのかな。一応さっきトラック運転事務所を追加したんだけどね。ちなみに働き手はいるのかな。まあいるな。さあ早く頑張って運んで。で砂糖がなくなってるもんな。うわー、どうしようかな。もっと砂糖農園増やした方がいいかな。ちなみに今ホームレスは65人もいるのか。やばいね。これはやばいな。どの辺にいるんだろうな。だってバラック見当たらないもんね。どこだどこだ。この辺か。はいはい、あまりにも蔓延しています。総督、賄賂の額を調べるため賄賂を送らねば。襲撃救助完了。了解。じゃあ襲撃救助だね。じゃあ教育を受けた人材を救出してもらおう。もう正直人はいらんな。じゃあこの辺どんどん開拓していこうか。じゃあ宿泊小屋、じゃあこの辺に。はい、でもう一個ぐらい置こうか。はい、でこっちは人足りている？こっち全然人いないんだな。じゃあこっちの方に人をどんどん置いていこう。人っていうか家だね。じゃあそうだな。じゃあ道を作って、はいはい、でこうしようか。はい、でここにどんどん町を置いていこう。はい、宿泊小屋。はい、で宿泊小屋、さあどんどん置いていこう。さあではでは、じゃあ次はこの監視塔を壊していきましょうか。この監視塔が自由度を下げてるみたいなんで、はい、じゃあ壊していきます。はい、で監視塔はあとここは、はい、じゃあ壊して、はい、壊して、であとこっちだね、これだ。はい、じゃあ監視塔壊します。さあこれで自由度はどう上がるでしょうか。さあ頑張って上がってくれ。じゃあ輸送トラックの事務所もう一個作ろうか。ちょっとこれは厳しいな。そうねそうね。じゃあここにもう一個、ここじゃダメか。じゃあここでいいのかな。はい、とりあえず作ってみよう。まあ金はまだまだある、だからなんとか頑張ってほしい。でちなみにホームレスはまだちょっと多いな。こんなに家作ってんのに。でまだバラック多いな。確かに時は来ました。あ、はい、これからはささやく代わりに屋根の上から革命を叫びましょう。今日我々は正当に要求するのです、自由を。でメインミッションが独立を宣言するか。この革命派のソフィア・オルテガさんの悲願でございますね。で自由度の幸福度を上げるっていうのが完了したんだね。
じゃあ10人の革命派の移民を迎え入れましょう。聞いてください総督、はい、なんだか急にあなたをこうお呼びしたくてたまらなくなってきました。プレジデンテ、どうしたどうしたんだベネルティーモさん。で次のメインクエストが世界大戦時代への進行、革命派の支持を平均的にする、革命派を一定の割合にするか。であと革命派の支持を2ポイント上げればいいんだね。さあどうすればいいかな、2ポイント上げるには。でとりあえずワークモード、新聞社のねワークモードを独立したものに変えてるから革命派の人たちが増えるんじゃないかな。はいはい、不満が溜まってます。帝国を憎むあまり病気になっているんです。どんだけ憎んでるの。あるいはラム酒の飲みすぎですかね。多分それだよ、ラム酒の飲みすぎなんだよ。砦を持つか。じゃあ砦作っていきましょうか。これを増やせばもしかしたらメインクエスト達成できるかもね。じゃあ砦を建設しようと思ったけど設計図がないか。じゃあまずは解除しましょう。でアンロックして、じゃあ砦を置きましょうかね。砦はそうだな、まあできるだけ住宅の近くに置いた方がいいよね。じゃあここに置いてみましょうか。はい、さあ頑張って作って。でトラックの運転手事務所がアンロックされた。アンロックじゃなくて追加か。さあどんどん物を運んでって。あーやっぱトラックが少なかったんだ。なるほどなるほど、トラック少ないとこうなっちゃうのか。なるべくばらけておいた方がいいかもね。まだちょっとその辺わかんないけど。じゃあトラックの運転事務所もう一個追加しようか。こう、はい。さあそして、新しいタスク。トロピコの国民はあなたを慕っております。この私にも劣らぬほどに。総督、実にいい趣味でしょう。あーでももうあれだね、独立を宣言することはできるんだ。1万5000ドル払って独立を宣言する。よし、じゃあやってみよう。はい、さあ時は来ました。これからはささやく代わりに屋根の上から革命を叫びましょう。あ、これさっきですか。素晴らしい。はい、君は優秀な頭をしていると思っていたよ。首から落とすにはもったいないとね。怖いよ私のこと殺そうとしてるよ。これで喜びで心臓がバクバクしています。はい、世界大戦時代へ。やりましたね、時代が進みました。ついにこの時が来ました。自由の味を堪能しましょう。ココナッツみたいな味それココナッツ食ってるからでしょ。でこれで独立を宣言してミッションをクリアしましょうか。はい、オッケー。おー、かくして物語は進みます。私たちはこうして出会ったのです。プレジデンテ、私の人生で最も重要な時間です。あの時の資格の玉は今も持っています。ああ、そうなんだ。心臓のすぐ傍らに。え、取れた誰かこの偉大な物語が小さな一章にしかならないと想像できたでしょうか。ですがプレジデンテ、あなたの人生は凡人の千人分にも匹敵する大冒険なのですから。そんな、またまた。さあ初めて私ミッションをクリアしましたね。その話はまた別の機会にといたしましょう、うん、もう老いたペネルティーモは疲れました。老いたペネルティーモは休んであなたの過去の栄光の夢を見ます。我がプレジデンテよ。オッケー、クリアしました。やりましたなプレジデンテ、うん、勝利は我々の、いえ、あなたのものです。で、トロフィーを獲得しました。新法の始まり。プレジデンテ、この忠実なベネルティーモをはじめ誰一人としてあなたの成功を疑う者はおりませんでしたが、まさかこれほどの偉業を成し遂げてしまわれるとは、私そっとしてしまいそうです。もしこれがゲームならエンドレスモードにして永遠に遊び続けていただきたいのに。あー、現実はつまらないものです。いや、エンドレスモードは、ね、まあ、ごめんなさい。メインメニューに戻ります。さあ、それでは、新規ゲームやっていきましょうか。はい。じゃあ、新しいミッションやっていきます。そうね、そうね。これか。これ。ワルダ組。モグリの酒場で語られるのは、禁酒法の時代に大物犯罪者と交渉しながら、ブローカーのためにラム酒を密輸するスリリングな犯罪物語です。一方、連合国は天敵である大物犯罪者を捕まえるため、
犯罪と処罰のシステムを構築すること、エルプレシデンテに求めています。了解、わかりました。じゃあこのミッションの難易度ハードでやっていきましょうか。さあ行くぞ。さあ行くぜ。さあ第2のミッション始まります。世界大戦の間に連合国が我々に宣戦布告仕掛けたことを、あれは笑えましたね。いや笑えないわ。大物犯罪者とのラム氏の密輸取引は単なる遊びでした。大物とはいえあなたに比べればちっぽけな小魚ですが、不運というものはぶしつけです。我々は直にあの男の名が連合国のお尋ね者リストの一番上に載っていることを知りました。我々の罪と罰の物語が幕を開けるのです。なるほど。さあ第2のミッションはどんな冒険が待っているやら。時はプライスレスですぞ、プレジデンテ。ゲームで遊んでいる時間も大事ですが、今のあなたは一国の指導者なのですから。はい、頑張ります。でプレジデンテ、私のクライアントが、はい、成功している誠実なビジネスマンですが、お近づきになりたいそうですよ。いや、ブローカーって書いてありますけど、大丈夫かな、この人、怪しい。じゃあ、まずメインクエスト、農園、砂糖を持つ、やっていきましょう。で、1個もう持ってるから、あと3つか。ちなみにどんな感じかな。まず、私、ここに宮殿がございまして、いいとこに宮殿持ってるね。で、ここは、これはただね岩か。でこれが大使館で、図書館、教会、劇場で、建設業者、ラム酒蒸留所で、トラック、運転事務所、これは配送式駐車場、はいはい。でバス車庫、なるほどね、了解。で牧場やら宿泊小屋がある。でこれが砂糖か、わかった。じゃあこの辺りに砂糖農園もっともっと作っていきましょう。さあ行くぞ。砂糖農園で、まずはじゃあこの辺に作っていこうか。はい。でお次はじゃあこうしましょうかね。はい。でまた農園を作っていきましょう。おいよ。さあこの辺は第一ミッションで散々やったぜ。でこうしましょうか。はい。でもう一個作ればメインクエスト次に行きますよね。はい、こうだ。そしてここのラム酒蒸留所がもっと忙しくなるぞ。でできればお家もどんどん作っていきたいな。ちょっと多分今のあれじゃ足りないよね。じゃあこの辺に作ろう、お家。宿泊小屋、はい。でもう一つぐらいか。いやもう一個作ろう、もう一個。はい。ってなるとちょっと作りすぎか、しまった、一気に進めすぎたか。まあまあそこはご愛嬌で。さあこっちの方にも町があるね。ここは駐車場か。で、礼拝堂、牧場、トラック、運転手事務所。で、港。港は？こっちの方にはないのか。そうか、そうか。で、あとは、そうだな。だから、こっちの方で作ったものをこっちに運ばないといけないのか。しまった、ちょっと手間なことをしてしまったかもしれない。ご機嫌よ、はい、プレジデント。進んだ。少々お力添えいただけるかな。なんでしょう。いやいや、そのようなことではない。まあ、咳き込むと多少チクッとはするがな。見張り塔を作るか、了解。じゃあ見張り塔を作りましょうよ。見張り塔はここ、監視塔のことだね。じゃあまずはここ、はい。で、もう2つか。はい、作ってきますよ、どんどん。で、じゃあまあここかな。こうやって見てみると結構新しい建物アンロックされてるね。油性とか。他は
アンロックはされてるけど設計図を買わないといけないね。なるほどね。なあとは缶詰とかタバコとか造船所、ほいほい。であとこっちは植物園とかレストランか。ああ欲しいな。どんどん建てていきたい。で診療所は消防署、教会も建てれるね。できれば海賊の入り江建てていった方がいいかな。まだいいか。あーしまった、監視塔じゃなかった、見張り塔か。やべーしまったちょっと待った待った。ちょっとタイム。監視塔を一回建設中止します。はい、お金返してくださいね。しまったね私。監視塔、はい、壊します。ちょっと待って、どこ。作りかけの監視塔はどこかしら。ちょっとタイムね。はい、じゃあ建設中止します。もう私ったら。はい。でこっちの見張り塔を、はい、作りますよ。で設計図を解除。はい、じゃあ作りまーす。でこの瓦礫を撤去してからじゃないとダメだね。はい、オッケー。で見張り塔を、はい、置きまーす。ここが。でお次はこっち。で見張り塔も作っちゃったか。一個、まあ仕方がない。まあ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 、あってまあ損はないとは思うけど。じゃあ次はこの辺に作ろうか。はい、あれ作れない。地形の傾きはきついです。わかりました。じゃあここでもう一個だよね。はーい、すげえ、めっちゃガチガチにセキュリティ組もうとしてる私。で、じゃあここ、はい、まあ、これでいいでしょう。で、砂糖農園1個できたか。で、ラム酒蒸留所が砂糖を求めている。早く作ってみんな。で、お金が入ったね。かなり入ったな。決して神様のことを嫌ってはいませんが、はいはい、教会にチケットを売ることはできませんよ。残念ですが事実を受け入れましょう。事前に使う金は全て無駄金です。利益を求めるビジネスこそが常に正しいのです。プレジデント、何だろう何だろう。神はあなたの冒涜をお許しになられるでしょうが、許しというのは宗教において最も複雑なものです。この強欲の化身からの使者を無視して人々のためのビジネスに投資してください。やべ、めっちゃ喧嘩してる資本主義と宗教信奉者が喧嘩してるんだね。でもね、どっちかの策を受け入れないといけないんだな。ここはじゃあ資本主義者の支持を得るために消防署を建設します。ごめんね消防署はこの辺か。あったあったあった、これだ。で設計図を、はい、解除して、はい、設計図結構高かったな。じゃあこの辺とか建てれる、建てれない。じゃあまあここにするしかないか。よし、じゃあここに建てます。はい、さあ、で農園はできたね。で、あとは家か。で、見張り塔まだできないかな。砂で、ありがとう。あ、まだ、ない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 。しまった、しまった。感謝するよ。なんか飛ばした。まったく、戦争があると楽しいことばかりで大忙しだ。そうだろう。悪いやつかもしれない。で、クエスト完了。警察署の設計図を手に入れた。協力に感謝するよ、プレジデンテ。忌々しいエンチラーダメ、変装の達人だと。誰に化けているか分かったものじゃない。で次のクエストは警察署と刑務所を作る。警察署と刑務所か。警察署、多分この辺だな。警察署と刑務所、どれだかな。あ、これか。じゃあまず警察署を作ろう。とりあえずあれだね、治安は良さそうだけど。じゃあまずここに警察署建てます。でお次は刑務所か。
こんなガガン作っちゃっていいかな。刑務所はこれだ。はい、で設計図6000ドルか、高いな。じゃあとりあえず刑務所置きましょう。まあ必要なんだろうね。で向きはどこでもいいらしいな。じゃあこう、はい。さあまずここなんだっけ、何作ってたんだっけ私。さあできたのは消防署だ。あなたと仕事ができて嬉しいです。やったー。ちょっとした魔法を使えば10倍にしてお返しできます。ちょっとした魔法、さすが資本主義。じゃあ資本主義者の支持を 5% プラス、 5% じゃないか、5ポイントか。でほかほかほかで見張り塔の3個できたんだね。で農場も4つ目できるか。あーしまった、これ牧場だ。しまったしまった、間違いだ。ちなみに人手足りてる？人手はちょっと厳しいかもしれんな。じゃあもう一個農園で砂糖、しまったな。じゃあこうして、もっとたくさん作れるようなとこないかな、こことか。でここならよし、こう、はい。でもうすぐ刑務所もできる。頑張って頑張って。あで道路繋がってない。あーしまった、反対か。しまったしまったしまった、壊さんというか。そうだな、破壊するしかないか。もったいねー、しまった。やばい、これは前途多難だな。さあもうすぐで刑務所ができそうだね。さあちょっと財政が厳しいけど頑張っていこう。プレジデンテ。あはい。我々の軍事力には欠陥があります。なぜなら足りていないからです。私の欲しいものが。軍事力関係ないやんけ。ラム酒を、生産する3000個。3000個も欲しいの？今の人将軍か。でラム酒は今ガンガン作ってるね。さあ作ってる、ちゃんと頑張ってね。ありがとうプレジデンテ。はいはい、大いに感謝するよ。まったく戦争があると楽しいことばかりで大忙しだ。そうだろう。それさっきも言ってたよね。で刑務所と警察署を作るがかよ、クリアできたね。で隠された役割を最大10個まで暴く。なんだろうこれ。本当に助かったよプレジデンテ。クラブの人間に言っておいた、トロピコの女はいい女だってな。酔っていればの話だが、このジョークよくわかんよくわかんねえっす。で税関を持つか。税関、税関はあったあったこれか。うわー、設計図4500ドルか。まあ買うか。まあまだ大丈夫でしょう。で、税関はどの辺に置いといた方がいいんだ。まあ多分税関っていうくらいだから港の近くに置いた方がいいよね。じゃあここに置きましょうか。で、ちゃんと向き、向きはここで大丈夫かな。はい。で、バラックちょっとあるな。じゃあ宿泊小屋置いていこう。やばい、結構金がきつくなってる。大丈夫？プレジデンテ、はい、ラム酒に強い興味があるクライアントがいましてね。あそうなの。いや、強いラム酒に興味があるだったかな。とにかく製造してください。わかりました。じゃあラム酒蒸留所作りましょう。でもちょっと今きついな、しばらく財政が整ってからにしよう。で農園砂糖が4つ手に入ったんだね。オッケーオッケー。理由はわからんが、年金の入った犯罪者というやつは大金を手にすると決まって島を探し始める。火山は特に人気だ。わけがわからない。連合国の指示10個、成功所の設計図か。じゃあとりあえず連合国の指示得ておこうか。うわ、これどっちが良かったんだろうな。外国との貿易で仕事がなくなるかもしれないって。あ、なんか喋ってる誰か。心配はご無用。我が国の税関は国際貿易をしっかり改ざん。じゃなくて、
監視して皆さんを守って改ざんって言ったよね。今私たちの国も結構好き勝手やってるんだな。で金がちょっとやばいな。今日もまた契約が完了する。クエスト完了。これでいいんです。私がいいって言えばね。ラム酒を1000本輸出。これ OK だね。プレジデンテ、はい、労働者から要求があります。あ、はい。なんと働きたくないというのです。なんだと。それは無理な話ですが、それを見越して予備の要求まで用意されています。トラック運転手事務所を建設するか。言ってきてるのはマルコモーレノさん。わかりました。じゃあとりあえずやっておきましょう。で金めっちゃ手に入ってる。よかったよかった。多分ラム酒を輸出したんだね。じゃあトラック運転事務所、これだね、作りましょうか。だいぶ忙しくなってきたな。じゃあこの辺に作るか。はいよ。さあ今回はここまでにしましょうか。第2のミッションね、頑張っていきましょうか。だいぶね、第1とシステムが異なってるからちょっと戸惑ってるけど頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしからチャンネル登録、高評価お願いします。ドペンでした。さよなら。